いやもうね、あそこ微調整すると落ちるし、もう何なんですか、本当本当何なんですか、あそこ。でも後ろ振り向かないといけないもんな。いやー、なんだこの家は、本当呪われてるわ、この家。本当に何なんですか、この家は。もう家の入り口本当トゲトゲだらけだし、家の中マグマだらけだし、なんかこのコース始めてから風がちょっとひどいし、もう呪われてる、この家呪われてるよもうこの家呪われているんで、このスターをね取ってもう寝ましょう。本当このスターを取ってもう寝て、風を回復して次のステージに挑戦していこう。なんで朝の6時から俺はこんなことをやっているんだと思ってしまう。本当、さあ飛んでいくそうですよ、今朝の6時ってことは、これ始めた当初は朝の5時なわけですから、朝5時から俺はなんでナイトオブドゥームをやろうと思ってしまったんだと、すげえ後悔してますね。まあ落ちましたが、まだメタルは持続しているので問題ないでしょう。さあそしてここですね、ほんとここで何回死んでるんだろう、ここだけで50回くらい死んでると思うんで、はい、ここに乗れないんですよ。乗れた乗れた、ほんとギリギリだな。ほんと制作者は何を思ってここを作ったんだ。なんとか乗れました。さあそしてここで微調整をしたいんですね。向こう向きたい、向こう向きたいんですが、足場狭すぎて、あっぶね。で幅飛び出すんでちょっと後ろの方に行き、というわけで戻ってまいりました。あとはカメラアングルさえなんとかなれば、逆なんだよな、カメラさん方向悪いんだよな、カメラさんの方向が悪いんだよな。よし、やっと来た、やっとここまで来ました、やっとこの足場を紹介することができる。さあそしてここの足場を、うわアップな、渡っていきます。さあそしてスターがこのアーチ、この木のアーチのとこにあるんですね。でちょっとこの炎邪魔ですね、この上には炎のバーみたいなのが出てるので、ダメだな、紹介してる場合じゃない、まあ、とりあえずやってみましょう。ちょっと音を確認してね、上の炎が出たところらへんで、今だな。これで上に乗りまして、でこの下に、いやまあ行けばわかるでしょう、この下にスターがあります。頼むよ、もう死にたくないよ、もう死にたくない、オッケー死にすぎなんだよな、74ってなんだよ大体同じとこで死んでます、大体同じとこで死んでました。はい、というわけでまあこの家の中で一番難しいコースをクリアすることができました。この家を挑戦し始めてから風がひどくなったんで、これで